アレハンドロ・サウール・チュマセロ・ブラカモンテは、ボリビア・ラパス県・ラパス出身のサッカー選手。ウニオン・エスパニョーラ所属。ポジションは MF。2007年にザ・ストロンゲストで16歳で、プロデビューし、2012から13シーズンまで主力として、活躍。2013年7月に、スポルジ・レシフェと5年契約を締結するも、2月に、フルスに復帰。 2017年12月24日、リーガ MX のプエブラ FC と契約した。2011年に、ボリビア代表に初招集。2012年10月の 2014FIFA ワールドカップ、南米予選のタイペル戦で、代表戦初ゴールを記録。コパアメリカ2015にも出場した。2016年3月29日、2018FIFA ワールドカップ。 南米予選での対アルゼンチン戦でハプニングが発生。試合前のアルゼンチン国家の青唱中に代表キャプテンのチュマセロが相手キャプテンのリオネル・メッシのもとに握手を求めて歩み寄り驚いたメッシが握手を拒否するという出来事が発生。チュマセロは試合後にチリのメディアに第四審判に早く握手をするように求められていた。決して相手に敬意を欠いていたわけではないと。 釈明したという。また、試合後には、ボリビア代表の選手一同がメッシにユニフォームの交換を求めるという一幕もあった。ありがとうございます。